はいどうも、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルです。というところで、今回補強考察売られ戦ですね。やっていきましょう。よろしくお願いいたしますと。 いうところで、ウラレッツに関しては、動画概要欄にあるウラレッツの専門チャンネルですね、の方でも、ちょっと補強、こんな選手が来たらいいよね、みたいな動画を、この間3本ほど撮りました。まあ、基本的にはウラレッツの話題に関しては、動画概要欄にウラレッツの専門チャンネルですね、の方でやっていこうと思ってます。この間、生放送もそちらでやらせてもらいました。で、まあ、こっちの方でウラレッツを取り上げるときは、こんな感じで、まあ、あの他のクラブと統一した企画じゃないですけどね、の時 にはこっちでやっていこうとえ思ってますんで、まあ、ウレットのサポーターの方は良かったら動画概要欄にある列の専門店の方もよろしくお願いいたします。と言うところと、もう1個ええー、ずんだもんとゆっくり霊夢のチャンネル j リーグ解説みたいなチャンネルもえやってますんで、よかったらそっちも動画概要欄の方かよろしくお願いいたします。というところでではやっていきましょうか、ね。お金まずこちらこれらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。 ってところで、冬の補強注目点、補強というか、動きですね。で言うと、一個やっぱずっと気になっているのが、コーチ人事ですね。要は、スコールジャーさんが思ったように数字を伸ばしていないという現状にはなってきます。まあ、柏レイソル戦には勝利をしましたけども、ただ、やっぱり不安定な内容、勝ち合いっいう状況では、 あるんですけどもなかなか、えー、不安定な状況で勝ち点が伸び悩んでいないというところは変わりはないのでもしスコルジアさんが来季途中で ちょっと厳しいんじゃないか交代も必要じゃないかってなった時にまあその臨時でもね、えー、まあ正式でもいいんですけども、まあ、すぐ監督ができそうな方を1名置いとくべきじゃないかっていうのはちょっとネ,ネガティブな、ね、意味になっちゃいますけども必要かとまあ池田信康さんがねいるっちゃいるけどもっていうところにはなってきますんで、まあ、ちょっと高知人事に変化があるかどうかというところ、まあ、よくこれねタクラブの高知人事とか見てたら あ多分これって、このクラブのこの動きは多分この監督がダメだった時にこのコーチをすぐ昇格できるように置いてるのかなっていうね、方もね、ちらほらたまにですけどね、えー、見たりしますんで、まあそういうところで、まあどういうね、コーチ人事になるかどうかというところと、あとレンタル組の挙手ですね、藤原さんとかね、その辺のレンタル組がどうなるかで、あとは外国人の挙手というところは個人的に注目してみておりますで、こちらには出ってきますね。 中いうとこで補強優先度から見ていこうと思ってます。まあ正直補強ポジションはたくさんあるねっていうところには、えー、なってきます。まあゴールキーパーからみあ、そう左出してるのはそう、えー、今シーズンの主なメンバーですね。だいたいスタメンの回数順で並べるとこんな感じにはなります。まあ最近はリンセンのが先発で優先的に使われていますけども一応先発の回数で基本的には組んでおりますんで一応こんな形と。 えー、なっておりますでそう名前の子に赤いマークがある選手はレンタルで、えー、どっかのクラブに移籍中というとこですねでまあ、見ていくとゴールキーパーまあ西川選手の後継者問題、まあ、ニエカワでもいいんじゃないかという声はあるんですけどもうんそう、ね、個人的にはでもやっぱ J1 で実績あるゴールキーパーが欲しいかなっていうのは個人的に思うとこにはなりますんでまあ西川の後継者になりうるであろう選手の獲得まあこの後ちょっと紹介はしていきますけどねは。 必要かと思われますでセンターバックに関してはここどうするかまあ要はホイブラさんの相方を井上佐藤で来季も争っていくのかそれか藤原選手をレンタルバックで戻すのかそれか他の日本人選手を取るかそれも外国人選手を取るかみたいなここは補強は必ず。 えー、あるんじゃないか、まあ、藤原のレンタルバックっていうのが一番僕は現実的かなってね、思っていて、まあ、やっぱ藤原選手、このタイミングで戻さないといつ戻すんだいっていうタイミングですよね、個人的には、まあ、そういう契約条項であれば、ね、夏場に戻してもよかったのかなっていうぐらい、そろそろね、浦和レッズで見ないとね、多分今後ずっと見ることがないんじゃないか。 多分最初で最後じゃないけどね、裏に帰ってくるタイミングじゃないかっていう感じが正直しております。で、あとはだからその根本さんですよね、が加入する大学ナンバーワンセンターバックの根本が加入するんだけども、彼は左利きのセンターバックなので、基本的にはこう2センターバックでいうとホイブラさんがライバルになってきます。まあセンターバックの右もね、できるのかもしれんけども、でもだいぶね、左利きがね、センターバックの右を やるのは難しさがあるでしょうし、そうなれば、ネモスさん VS、ホイブラさん。工藤はもう1年ぐらいレンタルで移籍するんじゃないかっていう感じはします。だから、まあ、ホイブラさん、ネモスさん、井上、佐藤、藤原で来季行く可能性も十分あるし、もしくは誰か、えー、外国人選手か日本人選手の獲得もあるんじゃないか。ただ、何にせよ補強は必要なところには、えー、なってきます。で、スコールズは結構中をぐっと締めるね、えー、やり方で、守備の時は4-4のブロック、ゾーンディフェンス、 で中ををと閉めるるんんででどうしても外を開きやすすくなるんですよねだからまあ中閉めて外に誘導してその後クロスを跳ね返すみたいなやり方なのでどうしてもこう高さがあるとか跳ね返せる系の選手じゃないとここはやりづらいまあショルツがね去年このサッカーで活躍できたっていうのは中を閉めるスコルデさんのサッカーででその代わりこう外にボールが行くからそのサイドからのクロスを、えー、ホイブラさんとねショルツが跳ね返すみたいなところだからここ絶対スコルデさんのサッカーであれば ね外からのクロスの本数は増えるでしょうし、ってなれば跳ね返せる系の選手が欲しいよねとえいうところですねで,でまあサイドバックのところはやっぱ本職2枚ずつは欲しいと。 いうとこなんで、大畑の控えので、本職サイドバックってなれば、宇賀神になってくる、まあ、年齢的にもいろんな意味で宇賀神のね、2番手っていうのはきつい感じが正直するんで、そうなれば、もう一番働き盛りの本職左サイドバックが欲しいと、まあ、長沼さんもサイドバックというよりも、やっぱもう一列までなんか考えてる感じがしますし、荻原はまだ帰ってこないでしょうし、ってなれば本職の左サイドバックが欲しい。で、それは右も一緒ですね、宮本帰ってくるのかな まあ、京都ではセンターバックもやってますけど宮本がどうなるかにも寄ってくるんですけど昨年、スコリゼさんは宮本夏場帰ってきてからね、えー、ベルギーから帰ってきてほぼ使ってないんでそうなれば石原の控え今、関根がやってますけども,もう1枚本職の、ね、サイドバックが欲しいかなっていう感じがしますだから、まあ、関根とか、ねえー、渡辺陵馬みたいにそこもできるけどもでも、ね、よりも、ね、そこもできるよねよりもそこが本職って言われる選手が欲しいなっていう。 ところででしょうでボランチンとこはもうねグスタッソンの残留がどうかでしょう。このグスタッソンが対談となれば同じようなパサータイプのボランチが欲しいと。 いうところまあ、武田が来季どうなるかでしょうねまあ、なんとなく今のままクくと移籍そうな感じはしますけど正直ね、うん、武田移籍堀内レンタル芝と町田みたいな感じになりかねないんでそうなればダブルブランチができる選手ってそんないないですよね、うん、やっぱダブルブランチってなった時グスタッソン安い武田まあ、今となってはいますけどもねただやっぱねメンツ的に来季がっつり減る可能性もありますしまあ、小泉にしても、まあ、インサイドハーフだけどもダ ダブルボランチじゃないよねみたいな渡辺龍馬そうですけれどもね。ちゅうのが多いんで、ダブルボランチができるよねっていうザ・ボランチの選手がやっぱり欲しいかなっていうところにはなってきます。で、やっぱ取らないとね、ボランチ取らないと保留値をレンタルで出せない問題が出てくる。結構僕保留値の、ね、ワンタッチパスとか剥がすのうまいなっていう感じがしていて、結構保留値の評価僕の中では高いんで、ちょっとタクラブで、ね、経験積んでほしいなっていう選手ですよね。まあそのためにはボランチは、えー、しっかり枚数取れてほしいと。 いうところで、サイドハーフですね、うん、ここ難しいですよね、夏に補強してますもんね、長沼取って、本間ン,ン取って、新、ま、田、あ、も取ってみたいな感じなので、 また冬にとんのかってなればなかなか難しくなるのかなっていうところでまあなんやかんやで大久保ね数字が残していないからとかね叩かれていますけどもでもゾーンディフェンスの時ディフェンスで結構大久保結果を残してんのかなとまあ得点とかアシストっう結果は確かに残していないんですけどもね大久保に関しては守備のところはね相当評価されていて守備ほんとうまいですもんねゾーンディフェンスとかねあと低い位置から運ぶっていうのはうまいんで得点アシストは増えてないけども でもこうボールがないところでの守備とかはやっぱうまいっていうところで考えればやっぱこう大久保がね、えー、もっとこうチームに貢献してほしいとかまあ目に見えて分かる結果を欲しいっていう声はあるまあ気持ちは分かるんだけど目に見えて見える結果でと守備のところは目に見えて分かる結果を残してんのかなっていう感じがするんで個人的には林先も点取ってないのに守備頑張っててなんか評価されてる感じがしていて大久保ねまあ林先よりも点取ってんだけどもでも守備も頑張って林先と同じで。 守備頑張ってんだけどもなんかリンセンは評価されて大久保は、えー、同じ守備で頑張ってるのに評価されるみたいななんかねどうなんだみたいな個人的になんか,もなんかね過小評価されてんなっていう感じが個人的にはするんですけどもまあそこはだからね得点アシストで評価すればちょっと大久保物足りんけどもリンセンもね最前線でそれなら守備頑張ってるだけじゃ大久保でダメならリンセンもダメじゃないかっていう感じがねするんですけどもまあこの辺はだからまあ人がどう評価するかにもよってくる かリンセンしてもオークボールにしても、ね、目に見える形でと守備のところは結構結果を残してんのかなという感じがしますけどもね。で でも、まあ言うて得点力っとかやとぱ欲しいんで、そうなれば僕も、ね、大久保好きな選手ですし、さっき言った守備での貢献はやっぱり高い、ただやっぱりもうちょっとこう得点アシストとか、まあ、得点アシストだけじゃなくて、やっぱりボール持った時にこにドリブルはうまいんだけどもね、1枚2枚剥がせるのはね、それはねスコルデさんもリカルドも、えー、ヘグモさんも重宝するねといぐらい、うまさはあるんだけども、ただやっぱりこう決定的なパスを出せるとかね、すんごいクロスがあるとか、すんごい決定力高いシュートとかじゃないんで、そこ 物足りなさ正直感じるただ、やっぱ使われるには使われるね、いろんな監督、まあ、歴代近年の3監督、えー、スコルジャー、えー、リカルド、ヘグモかな、だからこの3人はみんな奥を使ってるんで、そうなれば、まあ、やっぱ評価は高いというところで、ただ、さっき言った目に見える得点というところですよ、数字は残してほしいかなというのはありますんで、まあ、ここはちょっと補強は必要になるかもしれんなっていうのは、まあ、あるかもしれません。まあ、ただ、さっき言ったね、 スコルデさんの守備のやり方の大久保以外は今んとこいないのかなっていう感じもするしな、難しいですよね。うーん、ここは難しい。サイドファーフ、本当難しいなっていう感じがしますし、まあ、本マッションに関してもね、使ってほしいっちゃ使ってほしいんだけども、でもあれですよね、使ってもらえないし、木下パターンでね、えー、今、レイソロに行った、ね、木下選手と同じで、えー、裏レッツが日本にね、呼び戻したんだけども、裏ではほぼ出番がなく、えー、タクラブグへ行くみたいな、ね、感じになる可能性もゼロではないかなっていう。 感じもししまますんで、まあなかなかか難しい見たいんだけどなやっぱそこも守備のとこでしょうまあ、ゾーンディフェンスとか守備のとこ考えたら関根大久保が一番ね理想的なサイドになってくるんでしょうね。で あ,あとはトップスターは低いかな。渡辺亮もいるし、中島翔也が残ればここいるし、小泉いし、武田もいるし、早川が帰ってくるかどうかみたいな。ね、来季、やっぱ、来季じゃない、この間のシーズンか、一個前のシーズンもね、えー、早川さん、スコイさんの元結構使われたんで、もう早川戻す可能性も戦力としてね、あるかなという感じもします。で、フォワードに関しても、中というか、高というか、高いと思うんです、正直ね。補強はた、えー、その、ね、優先度は高い感じがするけども、 でも人員整理も必要でサンタナリンセンが来季いるとしたらやっぱり高梠さん引退でしょうで新田どうするか高橋どうするか木原どうするかワントップにこの人数はどうしても多いんでねまあ サンタナ・リンセン両方残す可能性もゼロではないですけども、まず必要な戦力を残した上で誰かを補強とかね、誰か出した上で補強が必要かなっていう感じがしますけども、どうなるかというところでしょう。何にせよ、センターバックとサイドバックでしょうね、一番高いのはね。っていう補強優先度にはなってきます。で、こちら。 というところで、じゃあ具体的な選手ですね。ゴールキーパー編というところで、まあやっぱ名前上がるのは小島選手でしょう。新潟のゴールキーパー。えー、昨年もオファーかけたと言われてる小島選手です。まあ今季27試合。というところで、やっぱフィード能力も高いし、やっぱ足元うまい現代的なセンターバックにはなってきます。まあ小島選手がいるだけで、まあボランチ、サリーダーなしでね、えー、3枚回しができますんで、これは相当でかい。で、 えー、FC 東京で12試合しか出番がない波野選手、まあここね、野澤大志ブラドン中、日本代表候補のゴールキーパーがいるのもでかいんですけども、ただやっぱ畑野、まあ、足元がそんなうまいゴールキーパーでは、ね、なくて、ビルドアップ型のゴールキーパーではない、ただやっぱりこうスケールの大きさはいや199センチかな、199センチの高さと、あと今、浦和に必要なにぎやかしい選手ですね、まあ、要はお祭り男じゃないですけども、波、まあ、野がいるだけでベンチがね、明るくなる、チームが明るくなる。 みたいなところもあるんでもちろんねレギュラー選手として期待もしたいしただ足元はもうちょっとうまくなるねビュードアップは上手くなる必要があるんだけどもでも最近の裏ツに必要なこう声が出せる選手とかこうチームを明るくできる選手っていう意味では秦野は ああ正直欲しいなっていう感じがね、しますね。ただ足元とかで言うとやっぱ小島選手とかがね、上がるのかなっていう感じがします。で、あとは清水、元鹿島の選手なんで、同段だかありますけど、大きい選手ですね。清水ではね、権田選手の壁高く出番がないという現状にはなってきますが、ただ鹿島でレギュラー張ったシーズンもありますんで、実力はね、こうみんなが認めるところもあると。ただライバルがゴンダっていうのが悪いというところでしょう。で、ヴィッセル神戸に移籍したけども、結局リーグ戦出番がない。 パウロー,ビーナー選手ですねまあ、この選手も年齢的にはそろそろどっかレギュラーをね取らんといかん選手でしょうしねまあでも、前川選手の壁も高いんでまヴ、あ、ィッセル神戸行くよりもねなんでヴィッセル神戸行ったかなという感じも正直するんですよね。で もし外国人ゴールキーパーをってねなれば僕はスワレス、徳島スワレスやっぱ押したい、まあ現代的な足元がうまい、バルセロナのユース出身ですよね、カンテラ出身で、本当足元がうまい、フィードもあるしで、単純にゴールキーパーとしての能力も高いんで、僕はこの数年間の中で、一番スワレスが J2 ナンバーワンゴールキーパーでずっとね思ってますまあ、一番好きなゴーールキーパすー。誰 って言うと僕は J2 ではね、これスワレスにはなってきますんで、もしウラレッズはゴールキーパーに外国人をっていう時代が来れば僕はスワレスはね、ちょっと候補として見てみたいと。まあ現実的には外国人枠はフィールドプレイヤーに使えそうな感じがするんで、どうなるかわかりませんけれども、ただ J リーグの外国人ゴールキーパーなら僕はスワレス一択というとこですね。で、こちら。 ほんで、補強優先度が高いディフェンダーにはなってきます。まあ、ジェフチバ、まあ、ベテランの域に入りそうなってますけど、日高選手ですね。まあ、ジェフチバで今季22試合で、1ゴール、5アシト、まあ、本当と、本職左サイドバックっていう選手にえなってきます。まあ、大畑選手が移籍する可能性、海外籍の可能性もありますし、まあ、日高選手もでも、ジェフチバと一緒に J2 から J1 に上がってくる可能性もあります。で、まあ、これ見てわかる通り、半分ぐらいが、だから J2 からの選手で、今回、お結構、 ね、J2 から選手の名前挙げてます、まあ、結構これいろんなコメント欄いろんなっちゅうか、まあ、僕の動画のコメント欄でね見るのはやっぱウラ列のサポーターは、まあ、僕も裏のサポーターですけどね僕もウラ列応援しているんですけどやっぱりもう J2 なんかから選手取るないよみたいな声が毎年ね一番上がるのはやっぱウラ列なんですねタクラブもねタクラブもいろんな選手紹介する中でそんな J2 からね取んなよっていう声は上がんないんですけどウラ列のサポーターはなぜか J2 からの個人昇格あんまりね、えー、よく思っていないそれはねやっぱ やっぱり J1 からレギュラー選手をバリバリリ引き抜けたらいいんでしょうけれども、でも,もう残念ながらそういう時代じゃないんですね本当にもう本当毎年行ってますし毎年その流れは加速してますけどももう J1 の、ね、レギュラークラスの選手はみんな海外移籍を 狙っていますんで、例えばね、俺海外に行きたいっす。で、裏レッツに行って海外に行きたいっすっていう選手じゃなくて、いや、俺今 J1 の海クラブにいる選手です。でも、ね、ここで活躍すればね、最近って J リーグってどこのクラブにでもね、試合に出てればねえ、結果残せば海外行けるみたいな感じなんで、まあ、裏レッツに移籍して、レギュラーポジションを失うリスクを負うよりも、今、今いるクラブでね、今いる J1 クラブでレギュラー張って海外に行きたいみたいな方が絶対ね、今まで よりは増えていると思うんです、ね、もう J1 の名門クラブに行くよりも今いるクラブ、まあ J2 であれ、J1 であれ、今いるクラブでレギュラーとしていることが、まあ海外籍へ近づくみたいなところなんで、なかなか J1 のレギュラー選手を取れたらいいけど、難しいというところなんで、そこは本当現実的にある問題なんで、まあもちろんね、もう J1 の日本代表クラスみたいな取れたら一番いいんでしょうけど、そんなね、甘い移籍市場の、まあ、今ね、世界ではないんで、どうしても J2 からの補強がね、今後は増えると、まあ争奪戦になるんじゃないか というところにはなってきます。で、ちょっと話長くなりましたけど、日高選手とかね。あとはセンターバックとサイドバックができる中潮選手。まあ、浦和のユース出身ですね。浦和ユース出身の中潮さん。まあ、フィード能力高いですよ。一発、こう、長いパスで局面打開できるんで、今、浦和に必要なセンターバックですね。ホイブラさんもやっぱビルドアップとか、フィード能力はそんな、 高くないんで、こう、ロングフィールドは蹴れる、一発のキックでね、ロングパスで局面打開ができる、足元がうまい。中潮はちょっと裏列優出身とありますし、群馬がね、J3 に落ちることを考えれば、中潮は J1 クラブ、いろんなクラブが狙ってきそうな感じがします。まあ、ただ裏列優出身ってとこなんで、帰ってきてくれんかというとこでしょうで。 えー、ジェフチバー、佐々木選手ですね、この選手もフィード、本当に、ね、ロングパスの精度が高いセンターバックには、えー、なってきます。まあ、センターバックの右も左も一応できるけど、基本的にはセンターバックが、えー、でいうと左の選手にはなってきますけど、本当に、ね、フィード能力、バチクソうまいんですよね、本当ね。めっちゃ高いです。もっと鹿島の選手ではあるんですけども、ただジェフチバーでこんだけ結果残してますんでね。で あとは左サイドバックでいうと、まあ、この選手はもう争奪戦ですね。J1 クラブで争奪戦が今行われているであろう辛抱選手でしょうね。今季33試合で。1ゴール8足シと、まあ、お父さんは元松本山賀の、ねえー、田中隼馬さんにはなってきますけども、この左足の精度、クロスの精度は相当高い。ちょっと後半戦、数字が伸び悩んでいますけども、ただ、ね、その左足の精度、間違いなく J2 ナンバーワンの左サイドバックは辛抱選手であるのこれ間違いないと。 いうとことあと、水戸、えー、こちらも実は裏列優出身ですね。山田選手ですね。センターバックの選手には、なってきます。その高さはないけれども、でもビルドアップがうまいです。この選手はフィードとかいうよりも、本当、組み立てがね、本当にうまい。山田選手ですね。裏列優出身なんでね。であと浦で、ね、裏と水戸って結構やりとりが多いイメージがあるんで、山田選手もね、レ、え、ツ、ー、に帰ってこんかっちゅう選手には、なってきます。で、多分、去年も紹介した、両サイドバックができる高田選手。まあ、主戦場は右のサイドバックですね。主戦 天井は右のサイドバックですけど今年は仙台で左サイドバックも勤、えー、めております昨年秋田時代の活躍が非常に印象的で馬力があるサイドバック中イメージですねでこの2ゴールともね多分ねすんごいゴラスだった感じがね しますんで、そ、まあ、そろそろ J1 でで見てみたいといと選手ですねで札幌から中村投也まあボランチもできるサイドバック、まあ、札幌だから3バックの左でやってますけども、なんとなく本職、本職っていうか、多分、ね、他のクラブ、4バックのクラブであればサイドバックで、 使われるのかな中村倫也さんですね。まあ、将来的には代表に入ってきそうな大型サイドバックですで。あと福岡の田代選手ですね。まあ、空中戦で勝てますし、まあ、本当福岡に来たら相当守備が伸びた選手にはなってきます。田代ももちょっと注目して見ていますけどもねで まあ、ヴィッセル神戸では、そんなに実は今年出番がね、大怪我から復帰の菊池隆法ですね、センターバック兼、まあ、右のサイドバックでも出てましたけども、本職センターバックなので、まあ、今、裏らレツに菊池隆法選手が加入すれば、多分ね、レギュラー張れるんじゃないかっていうところにはなりますんで、まあ、J1 即戦力級センターバックでいうと、田代菊池、この辺はちょっと欲しいなというところで、右のサイドバック、ちょっとね、これ、 ったり来たポジションしてますけど藤原選手新潟の足元がうまい藤原選手にはなってきます藤原選手はそうか、これ、得点アシスト書いてなかったですね。ちょっと後から付け足しておこうから、一応得点アシスト、僕がこれ、藤原選手書き忘れていますんで、口頭で言いましょうか。多分ゼロアシストということは、まずね、ないと思うんで、えーっとですけども、どこに行って、 えー、あれ、今、表がどっか行ったな。えー、藤原、あ、言て藤原選手は今年は、えー、4ゴール2アシストですね。えー、4ゴール2アシスト、これ後で表に足しておきましょうか。か後でっていうか、まあ次、次以降の表に足しておきますけど、4ゴール2アシストというのは藤原さんにはなってきます。で、えー、札幌センターバック、岡村さん。まあ、今年ね、チームとしては低迷してますけれども、でも岡村さんのパフォーマンス高いものがやっぱりありますんで、まあ、岡村とか、あとは、 両サイドバック、両ウィングバックができる福岡の前島選手。この辺はちょっとね、センターバックとサイドバックで欲しいなというところでしょう。で、こちら。 ほんで、ミッドフィールダーフォワードって書いてます。ダブルブランチができるよねっていうところで松本さんですね。いや、後半戦爆伸びてますね。あのね、広島と言ったら今アルスランとかね、えー、アライダーとか中村って言われてますけど、僕は松本のこの今年の伸び、なんかこう、急にね、成長曲線が右肩上がりになったなっていう、なんか垂直になるぐらいね、えー、急に成長し始めたなっていう松本選手には、なってきます。そのボランチとかトップしたシャドウもできる選手には、なる で今、ちょっと一番広島で欲しいのは僕は日本人は、まーりとな松本さん人気銘柄に水面下でなってんのかなっていう感じがしますけどダイナミックなプレーが売りで得点に絡める選手で走行距離も長いんでぶっちゃけ今欲しいボランチですね。で あとは、ビルドアップ型では秋,秋,山,選手秋山選手ですね。えー、新潟の秋山、ほんと足元上手い、局面打開ができる。まあ今、J リーグの中で一番注目のパサー型のボランチでしょう。で、あとは山形の小西選手ですね。後ろからスイッチを入れることができるパサータイプのボランチにはなりますんで、まあやっぱこういうパサー型のタイプのボランチはどうしても置いておきたいと。 いうところだとは、山下選手ですね、まあ、ウィングバックもできる、ボランチもできる、えー、どこでもできる、山下さんウィングバックもできる、サイドバックもできる、ね、どこのポジションでも私できますよっちゅう、山下選手、今季ワンゴール。 とにかくね、左足の精度高いですね。多分僕が見た今年 J2 の中盤の選手で、山下選手はトップ55本の指に入るぐらい足元がうまいとかね、クロスの精度、ロングパスの精度、パサーとして優秀というとこですねで。あとはまあ、推進力とかね、で言うと近藤選手、まあゴリゴリといける、まあ右のサイドを一人でこう解決できる近藤選手とか、あとは馬場選手、ボランチセンターバック、サイドバック、どこでもできる馬場選手、この辺の札幌勢は ちょっとね、札幌来季のカテゴリーによっては争奪戦になる可能性が高いんじゃないか。で、あとは高いですけど、マテース・ジェズス。僕が今、ジェ、まあ、僕はっうか、まあ、今、ジェズサポーターもね、みんなね、マテース超えってう話はしてると思うんですけども、えー、マテース・ジェズスとかね、元ガンバの選手ですけども、まあ、中盤でゴリゴリと運べる。13ゴール5アシスト残してますけど、別にフォワードじゃないですね。13ゴール5アシストですけども、43差のインサドハーフ。まあ、ヘグモさんがインサドハーフは10点取れみたいな。 こと前言ってましたけども、それが体現できる。433であれば、インサドハーフで、ね、点が取れる選手ですし、まあ、ダイナミックで、相手をこう、なぎ倒していける系のボランチの選手には、なってきます。まあ、ダブルボランチもできるし、トップ下もできる。なんなら、さっき、なぜかセンターフォワードもね、やってますけどもね。まあ今 J 2、今、J2 ナンバーはミッドフィルダー、マテウス・ジェズスでしょう。で、あとは、 京都のウィングですね、マルコ・トゥーリオ。やっぱりこう、京都といったエリアスみたいな感じになってますけど、マルコ・トゥーリオはもうちょい評価されてもいいんじゃないかっていうところ、右のサイドをやらせてやっぱうまい。左より右ですね、この選手、間違いなくね。いやー、右のウィングで置いたら今ね、めちゃくちゃ旬な選手じゃないですかね、マルコ・トゥーリオですね。であとは、 ガンバのウェルトンとかね、このフィジカル系でゴリゴリいける選手、まあどうしてもウラつツはね、ウィングの選手の手詰まり感がありますんで、ウィングの選手、ボール持つんだけども、なんかこう、うまくボールが運べるみたいな感じになってますんで、もうこの力で打開できる、そんな選手が欲しいというところ。あとは松井レンジボランチの選手ですね。またボランチもですいませんね。ちょっと行ったり来たりしてね。えー、松井レンジボールバイル系の選手、フロントアレから仙台に移籍してますけども、それこそね、まあ、遠藤渡るとか、えー、田中聡とか、佐野海舜 とか川崎颯太みたいなボールを刈り取れる選手、中盤でハードワークでハーードワークできてボールが奪えるってなれば松井レンジも僕は将来的にはね代表に、と海外に絡んでくるんじゃないかっていう選手にはなってきます。で右のウィングでいうと、井阪勢とかね、えー、毎年ね5ゴール5足前後はね決める選手にはなってきます。まあ、山形が J1 に上がれば残る感じがしますけど、まあ、右のウィングですね。であとはまあ えー、皆さん大好き、今野選手とかね、福岡がね、監督変わるんで、割と入れ替えが多いのかなっていうところで、今野選手どうかというところで、センターフォワードに関しては、ペイショットですね、出場時間の分数の割には結果を残してる、ペイショットも、まあ、高さある、まあ、J1 の中でも空中戦勝率は相当高い選手にはなりますね、ペイショットとか、あとは京都の原選手、原選手が一番欲しいかな、僕はね、っていうところだと長倉、まあ、ウラ列ユー出身なんで、長倉選手は人気が、でそうですけども、 もうまあ、ただ、ワントップってなったらきついのかな。長倉はツートップとかならね、いける感じがするし、4、5、1ならトップ下の方がいいのかなっていう感じもね、するんですけども、まあ、この辺の選手たち、さあ、どうでしょうかというとこですね。はい。テところ、今回以上です。以上、パラブンテジェルサッカーちゃんでございました。よかった、ちゃんでます。さ